皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。選挙に行けるようになるには、今はですね、18歳選挙権ということが実現しておりますけれども、女性の参政権というのも戦後になってですね、普通選挙というのが行われるようになって、ようやくこの全ての人が選挙に行けるようになったと。そういう意味では様々なこの動きがあって、今の選挙権が私たちに与えられていると、これはやっぱり普段の努力でもってしっかりと守っていかなきゃいけないということを感じております。この当たり前の投票をするということを維持していくためには、実は皆さんが投票していくことが何よりも大事だということを、ぜひ皆さんに訴えさせていただきたいと思っています。ぜひ皆さん投票に行きましょう。そして私たちの社会が自由に物が言え、そして自由に物事を考えられる社会をぜひ作っていきましょう。ありがとうございました。